いまいましい子。結局あなたたちの思いを果たしたってわけね。ねえリリス、アトモスを静止させて二つの未来の干渉を止めるにはどうしたらいいの？このままじゃ世界が壊れてしまうわ。望むところよ。壊れてしまえばいいわ、こんなろくでもない世界。それじゃああなたの未来のみんなも壊れてしまうでしょ。私もそれは嫌だわ。どちらの未来もこのままつながっていってほしい。私は今はそう思うの。扉を閉じるのよ。扉？アトモスを？どうやって？それぞれの世界から干渉し合わないように扉を閉じるの。それぞれの未来から。じゃああなたの未来と私たちの未来で。私はもうダメよ、このざまだもの。あなた、私たちの未来に行ってアトモスを閉じなさい。察しが悪い子ね。あなたが新しいレディ・リリスになるのよ。私が？よく聞きなさい。この私があんたごときにお願いするのは最初で最後よ。行って過去への干渉をやめ扉を閉じるの。そして新たなレディ・リリスとしてあちらの未来のみんなを導いてちょうだい。それしかないのね。わかった、やるわ。私あなた、強くて大人で美しい私が羨ましいと言ってたわね。ええ、私もあなたが少し羨ましかったわ。天真爛漫で無邪気で力を貸してくれる友達がいて、私にもそんな時代があった。行きなさいリリゼット、きちんとお別れをして。このままじゃ双方の未来の干渉は止まらない。扉を閉じなくては。リリゼット、私あちらの未来に行ってアトモスを閉じるわ。にゃ、にゃんですって？リリスの
もう一人の私の願いも叶えてあげたいの。私たちの未来からアトモスを閉じるのはあなたにお願いしたいの。このまま緩やかにアトモスが石になるのを見守っていて、再び二つの未来が衝突することがないように。ありがとう。じゃあ行こう。これが未来タッグの最後の仕事ってわけね。ねえ、記念にこれあげるわ。忘れないでね、未来タッグのこと。きっと私も遠い未来で懐かしく思い出すわ。強い敵と戦ったこと、綺麗な空や夕日の下を走ったこと、一緒にバナディーロを駆け回ったこと、本当にとっても楽しかった。何年経っても何十年経っても私忘れないわ。じゃあもう行くね。ありがとう、ケットシー。またきっと会えるわ、どこかの未来で。リリゼット、リリゼット、止まった。リリゼットがあちらの未来で扉を閉じれば、このままゆっくりアトモスは石になっていく。何年何十年かかるかわからないけれど、完全に機能を停止するはず。私もお別れかしらん。これでもうアルタナ様がお嘆きになることもない。私の役目も終わり、このままやがて涙は乾いて消えるのよ。本当にありがとう。これからも私たちの未来を導いてちょうだいね。